崎サバリレアのこちゃんです。こんにちは。お元気ですか？今日はですね、ソニークラークをお届けします。お待ちください。はい、始まりました。今日になります。ソニークラークダイヤル S4 ソニー。それで今日お届けしているのも表題曲ですね。ダイヤル S4 ソニー、彼がもちろん作った曲です。はい、それでここですとですね、まあ、スタンダードもねやはりやってるんですね。It could happen to you とか Love walk to you とかやってますけども、いいですね、このサックス。わかりますよね、このちょっとスモークのかかった音色、ハンクモーブレです。それですね、これセクステットになってます。6人ですね、ハンクモーブレ、それからトロンボーンでカーティス・ブラン、それから後にソニー・クラークのクール・ストラッテンにでも、サイドメンとして出てくるアート・ファーマー、モブレー、フラー、ファーマーの3冠ですね。それからクラークのピアノ、それからポール・チェンバースではなくてすいませんね、ウィルバーウェアのベース、それからドラム、ルイ・ヘイズですね。カーチスフラー出てきました。それでこのダイヤル S4 ソニーっていうのはですね、1957年の録音なんですが、ソニークラークのですね初リーダーアルバムなんですね。サイド面として、まあ、いろんなところで起用されてるんですけども、彼自身の初リーダーアルバム、57年、亡くなるのが63年、この6年後に亡くなるんですけども、なんともまだ明るいですよね。ですけども63年に31歳の若さで亡くなってしまいます。まあ、ドラッグはやはり原因なんですけれども、まだなんかこれから未来があるというような、なんとなくこの明るさがジャケット感を伺いますね。ソニー・クラークのために、ソニー・クラークウエストコースでその前やってましたんで、今アート・ファーマーのこの優しい奏法ですよね、出てきました。このソニー・クラークを温かく迎えるようなこのハンク・モブレだったし、アート・ファーマーハーツシフラだったり、他のメンバーも非常になんかこのアルバム全体がですねハートフルなレコードなんですね。まあ、この後、まあ、クールストラッチンとかトリオ作とかいろいろあるんですけども、まあ、そうないですね、やはり人生短かったので。でもサイド面でいろんなところに登場してきます。だから、まあ、ソニークラークは常にこう私のようなハードバック好きには非常に欠かせないプレイヤーですね。はい、必ずソニークラークがピアノで入ってたりとかします。はい、今出てきました。はい、といったことで今日はソニークラークの初リーダーアルバムダイヤル S4 ソニーですね。じっくりお聞きください。バリレラのおいちゃんでした。ジャズはいいよ。